帝京科学大学は東京都足立区千住桜木2の2の1に本部を置く日本の私立大学である。1990年に設置された。大学の略称は帝京科学大、定科大、帝科。帝京大学グループに属する。北緯35度45分12.7秒統計139度47分21.4秒。 北緯35.753528度統計139.789278度35.753528139.7892781990年に西東京科学大学として創立1996年に学部再編に伴い提供科学大学に名称変更された2002年に開設した アニマルサイエンス学科では獣医学でもなく、畜産学でもない当時の大学では、日本初の動物と人間の共生という新しい動物系の分野を開拓している。生命環境学部は、動物、自然、生命を学ぶ3つの学科で社会に貢献するための視点を広げるとしており、自然環境学科では、公害防止管理者や環境計量士等、生命科学科では、 食品衛生管理者、化粧品開発や臨床工学技師等、アニマルサイエンス学科では、家庭犬や大型犬のドッグトレーナー、動物園や水族館の飼育員、国家資格となる愛玩動物看護師等を目指すことができる。また、千住キャンパス内には、付属動物病院が会員されており、実践的な動物看護、福祉を学ぶ環境が整備されている。 医療科学部は、医療、福祉を実践する力と、チームで共同する力を身につけるとしており、理学療法士、作業療法士、柔道整福祉を養成する学科を設置し、2012年4月からは、千住キャンパスに看護学科を新設し、医療系を学べる環境が整備されている。また、文系の枠組みに多くある福祉系分野を、医療の知識を持った福祉職の育成を念頭にした。 医療福祉学科を医療科学部に開設している。教育人間科学部は子供たちの多様な個性を育み豊かな未来に貢献できる力を養うとしており、幼稚園教員や保育士、小学校教員、中学校教員、高等学校教員の資格を目指すことができる。さらに、3つの学部を横断し様々な活動を行っていることも大きな特徴であり、 アニマルサイエンス学科では、地域の幼稚園、保育園、小学校と連携して、動物介在教育活動や、動物を使ったリハビリについてのワークショップの開設などを行っている。日本では、動物介在療法などに関しての効果研究などは、これから期待されるところだが、日本における、この分野での取り組みとして、対象となる障害児、 物の障害理解がまだ不十分な点に関しては、医療科学部作業療法学科が積極的に取り組み始めている。提供科学大学の見学の精神は人類の将来を正しく見据え、生命の尊厳を深く学び、自然と人間の共生に貢献できる人材を育成し、持続可能な社会の発展に寄与するである。 上記のキャンパスのほか JR 中央本線山梨市駅から徒歩約5分のところに山梨市キャンパスがあったが、2019年4月に、機能を東京西キャンパスへ移転させ、帝京科学大学のキャンパスとしての利用を取りやめた。2015年12月1日、大学寮の食堂で柔道部に所属する3年生が、同じく柔道部に所属する2年生の腹を殴るなど、 暴力行為に及んでいたことが2016年3月3日に発覚した。被害者の2年生は顎の骨を折る1ヶ月の怪我を負い一時入院しさらに手術を受けた。さらに大学が調査を進めた結果他の上級生も複数名がこの2年生に対して暴力を振るっていたことが発覚した。大学は監督責任として柔道部部長を解任、謹慎処分にしたほか 加害者の3年生に定額4ヶ月の処分を下した。被害者の2年生は自主退学し、九州地方の出身地に戻ることとなった。事件を受けて全日本柔道連盟は、懲戒委員会を開き、部員らの処分について検討することとなった。学校法人提供科学大学では設置している、下記の教育機関を大学を頂点とする、付属学校ではなく、 同格の系列校としている。また、学校法人提供科学大学が設置する教育機関のほか、複数の学校法人からなる提供大学グループが設置する教育機関が存在している。ありがとうございます。